ピクリン酸とは、方向族のフェノール誘導体のニトロ化合物である。いくつかの異性体を持つ鳥ニトルフェノールのうちに、4、6トリニトルフェノールのことを指す。水溶液は強力な酸性を示す。不安定で爆発性の可燃物であることから、かつては火薬としても用いられた。ピクリン酸の味は苦い。非極性溶媒に溶けるが、極性溶媒に溶けにくい。 ただし、極性溶媒に溶解しないわけではなく、代表的な極性溶媒である水に溶解するほか、同じく極性溶媒の一つであるエタノールにも溶解する。ところで、フェノール類の検出方法の一つとして、塩化鉄による定色反応が知られる。しかし、ピクリン酸はフェノール類であるのにもかかわらず、この反応が見られないので注意が必要である。これは、 電子吸引性の高いニトロ元が3つもついていることにより、ベンゼ前ン管中の電子密度が低下して、酸素原子における非共有電子体の電子密度が下がり、その結果、鉄イオンに対する排能力が非常に弱くなっていることが原因であるとされる。また、同じように、酸素原子上の電子密度が下がる結果、ピクリン酸は水溶液中で強い酸性を示し、 ほぼ完全にピクラートイオンになっている。ピクリン酸の飽和水溶液は生物組織標本作成用の固定液の成分として用いる。また、酸塩基子耳薬としても使用される。このほか、重金属と反応して非常に衝撃に敏感な、つまり爆発を引き起こすエネルギーを持った塩を作る。 ピクリン酸はフェノールを脳硫酸でスルホフェノールとしてから脳硝酸でニトロ化することによって得られる。一般的な混酸ではフェノールがニトロ化よりも先に酸化され純品を得ない。フェノールのニトロ化反応工業的にはスルホフェノール法やクロロベンゼン法の2種類があり、かつてはベンゼンを水銀触媒存在化でニトロ化する方法も研究された。 初めてピクリンさんに研究した資料は、ヨハンルドルフ・グラウバーが1742年に書いたとされる錬金術に関する文書である。当初ピクリンさんは、動物の角、絹、インディゴ、樹脂のような物質をニトロ化することで作られた。フェノールからの合成、及び正しい化学式の決定は1841年に成し遂げられた。 この物質が爆発性であることが知られるようになったのは1830年である。それ以前には酸そのものに爆発性はなく、その塩だけが爆発物だと考えられていた。1873年、ヘルマン・シュプレンゲルがピクリン酸の爆発性を証明した。1885年、シュプレンゲルの研究に基づき、フランスのウジェーヌ・テゥルパンがコロジオンを加えて、 圧縮成形したピクリン酸を、遅延新神と組み合わせることにより、葉っぱ及び砲弾に利用する方法の特許を取得した。フランス政府はこれをメリニットと名付け、ニトロセルロースに次ぐものとして採用した。1888年以降、イギリスはほぼ同様の混合物をケント州のリッドで生産した。これは地名に違んで、立体トとと故障された。それに続いて、 日本もピクリン酸単独による下瀬火薬を開発した。1889年に発明されたクレシル酸アンモニウムとの混合物はエクラジットの名のもとにオーストリアで生産された。そして1894年までにはロシアでそれを作薬用に生産する手法が開発され、当時最強の爆発物であったピクリン酸は軍事的に重要な物質となった。例えば、 1904年の日露戦争においても日本海軍の主力爆薬として用いられた下瀬海薬の主成分であったことでも知られている。しかしながらピクリン酸は不安定な物質で常に爆発の危険があるためピクリン酸の詰まった砲弾は扱いづらいものであった。ピクリン酸は第一次世界大戦ではまだ使用されたもののピクリン酸の危険性は 第一次世界大戦中の1917年に発生したハリファックス大爆発事件で如実に示された。そして20世紀も年が進むにつれ、ピクリン酸よりも安定な爆薬であるトリニトロトルエンとコルダイトにとって変わられていった。日本国内では1970年代過激派の爆弾闘争において即席爆発装置の材料の一つとして用いられるようになり、 ピクリン酸を入手するために計画的に薬品会社に入社する者も,も現れた。日本の消防法において第5類危険物であるニトロ化合物に属する。また毒物及び劇物取り締まり法で医薬用外劇物に指定されている。ありがとうございます。